こんにちは吉田さんあのマククロロののの視視点点とミクロの視点っていうのがあるんんですよね、まあ、あの吉田さんもちょっと気にされてましたけどもあのウクライナとロシアの戦争がね今行われてますまあ戦争というよりもロシアが一方的に攻めてウクライナが国を奪われないように防戦してって感じですよね、まあ、だからウクライナの要求としてはロシアが来てくれるなってことなんですよロシアが自分たちの国に入ってこないんだったらもう何もしないよってことなんですけどもロシアはウクライナの 民に対してててその国をよこせって言っ言るわけですよねで、日本のコメンテーターの中にはウクライナの人は国の外に出ればいいのにみたいなことをね言ってるひどいやつだなと思うわけですけどもさあここでですねマクロの視点とミクロの視点っていうので切っていこうと思いますけども今ねロシシア人人っていいうだけけででバッシングを受けるるが世界中にいるんですよ例えば世界中に出展されているまあロシア料理の店ねまあ、いろんな嫌がらせがあるそうです。でも ロシア料理の店だからといってロシア人がやってるわけでも何でもないわけですよ。もっと言ったらねロシアの過激派とかねテロリストがやってるわけでも何でもなくってロシアの国民の中にも幸せを望んで平和な国を争いを憎んでいる人いるわけじゃないですか。でもロシアって一括くくりにしてね悪い人みたいに見えちゃうウクライナって一括くりにしてかわいそうな人って見えちゃうとそうではないんだろうなと思いますね。で YouTube を見ていると、YouTuber さんにも、日本にお住まいのロシアの方、9000人ぐらいいるらしいですけども、声を揃えてね、本当に恥ずかしい思いがしてると。私はもうね、ロシア人でいることがもう恥ずかしくてやってられないとかね。もう祖国に帰るとかね、祖国の愛とかっていうのはね、えー、本当に今、一旦置いて、えー、平和を望みたいとかね、うん。なんでこんな世の中になっちゃったんだろう。本当になんかこう恥じているところもあったりとか、じゃあウクライナの方がね、 これまたユーーーチュバさんんででいらっしゃるんですよだからロシアの方が日本在住で9,000人ウクライナの方が日本在住で2,000人ぐらいでそうなんですけどもあの本当に兄弟とか親戚のように付き合ってきたロシアの人が今銃を向けてね都市をミサイルで破壊する本当に恐ろしいことだ戦争っていうのはこういうふうに個人要するにミクロな視点を全く奪ってしまうからマクロの視点で一括りにしてロシアがウクライナを攻めるっていう構図に見えちゃうけども うん、そうではないんだと、私たちは国民同士で憎しみ合ってるわけではないけども、このままだと。自分の身内や友人が、殺されて。自分の愛していた街が壊されて、ロシアっていうだけで、憎むようになってしまうかもしれない。まあ、つまりね、一部の人が起こした戦争争いにより。多くの人が憎しみをことになってしまうというね、戦争の構図がそこにあられるわけですよね。まあ、でもね、本当にね、奇妙な話なんですけども、日本ももともと。 アメリカをはじめとする連合国によって無条件降伏されてるわけですよね。で GHQ が日本を占領して一定の機関支配下に置かれましたもしかしたら鬼畜兵衛と罵って憎んで自分の身内を失ったそして戦後を悔しい思いで生き抜いてねなんでアメリカの手ほどきでやり直さなくちゃいけないんだみたいな気持ちもあったかもしれません。そういうい方の一部はまだ ご存命でらっっしゃってでも今ね日本人はどちらかというと西洋文明アメリカ正義で生きてるわけなんですよで同盟関係まで結んでるというね、うん、だって100年も前じゃないですよ70年80年前に最もフグ大天の敵としてこの地球上に一緒にいられないぐらいに戦っていた憎しみ合っていた日米が今では世界最強のですね同盟を組んでいるというねこの奇妙さですもしかしかたら ロシアウクライナも今みたいな状況を乗り越えて全ての過去をね生産して最も強い同盟関係を結んだりとかね本当の意味で兄弟のように過ごせるんじゃないかなってちょっと思ったりしますけども今は無理ですね。いやもっと言ったらねこれほどしてその原発まで襲してその世界のもう国益を何も考えてないし地球上の全ての人に迷惑をかけているのが、まあ、ロシアの。 一部のね、軍首脳部、プーチン大統領、この辺じゃないですか。で、こういうふうに決定事項を設けた人は戦場に行かずに、若い、また新米兵士がね、戦場に行って命を落としたり、それから殺さなくてもいい人を殺してるわけですよ。なんかね、ロシア兵で捕虜になった若い男の子が、あの、ウクライナの 人に囲まれてね、いたわられてる姿、何か食べ物をね、施されて、うん、心配されてる姿、なんか複雑なもんですね。自分たちを殺そうとした人が、実は投稿して見てみると、自分たちの息子のような顔をしてる。個人間では憎しみはないと。でも、武器を持って、そのスコープから見た向こうには、 敵しかいないなと思わされてるんでしょうね、はい、今日の話ですけどもビジネスも戦争も似たようなところがあるといえばですねやっぱり気持ちをねモチベーションをね変えていかないとビジネスなんて続かないですよ、うん。私はモチベーションゼロでもできますけどもでも大抵の方は気持ちをを高揚させていいいいかななとととビジネスココツコツ続けることはできないと思います同じように戦争もですね誰かによってあいつは憎いんだもう征服ししまえとかね鬼畜兵だっていうふうに 思わされないと教育によってまあそんなねだって戦争に参加するっていうのは全ての行動が人間の生命が減るか減らないかねそれと大けがをさせるかとにかく無慈悲にも迷惑をかける行動をするわけですよねいやーなんかね表現しにくいんですけどもなんとも言えないですね なんか日本防弾チョッキ寄付したらしいじゃないですかなんかちょっと何なんですかねうんどう表現していいのか分かりませんけど何なんですよねちなみに今回の戦争によりロシア国内でもそれからロシア外の国でも、まあ、いろんな意味でインフレが起きて物価高になるそうですね何なんでしょうね 地球上の資源や物の量は変わらないのにどっかの国とどっかの国が分断したことによって物が足りなくなるつまり地球上は分け合えば余る奪い合えば足りないという状況なのかなと思います。じゃゃ今日は以上ですいいってらっしゃい